こんにちは。今日は小屋暮らし YouTuber が揃ったんで、生放送を始めました。いいね。お肉をね、買ってきました。カメラ NG の人がね、1人いるんで、4人でご飯を食べていこうと思います。お、32人。いつもより早いね、やっぱ勢揃いしてるから。おじいちゃんも小屋暮らしなの？これはねおじいちゃん。じゃあ俺おじいちゃんっていうあだ名にして、いや、おじいちゃんって呼んで。おじいちゃんはまあでも一軒家買ったんですもんね、安い。そう安い一軒家買って、隠居生活してる。そうアーリーリタイアだね。アーリーリタイア、うん、40歳でアーリーリタイア。まあ、できてないけど、極力働かないようにしよう。何して働いてんだっけ、マサヤさん。私今配達がメインですよ。関西出身だよね、はい、確か。え、どこ？大阪です。何歳でこっち来たの？大学で？いや、卒業して。高校卒業して？あ、大学です。松田さん、僕聞きたいことあって。はいはい。ウーバーですよね。ウーバーです。俺も聞きたかった、それ。ウーバーって外房対応してるんですか？してない。いや、してないと思います、うん、メニューだけだと思います。若葉区はまだしてるよ。あ、じゃあ、千葉の方まで行ってるってことですか？千葉市の方。行ってます。そうっすよね、うん、稼げる？まあ、普通のバイトよりは全然。マジでですね。え、1日頑張れやば。日給？え、普通に時給で考えた方がいいと思うんですけど、うん、時給やったら、まあ、悪い時で1300円とか。うん、あ、でもさ、それさ、燃費、ガソリン代なしで。まあ、確かに。あ、そっかそっか。自分自転車でやってますけど。え、そうなの？自転車なんですか？そうなんですよ。どういうバイク？クロス、スーバイクみたいな。電動？いや、普通に。時給がですか？いや、バイクで、自転車でもできるんだと思って。いや、無理かなと思ったら。自転車の方が多いね。あ、でもクロスなんだ。うん、ママチャリは無理。いや、全然ママチャリでも。てか、自分、折りたたみでもやってたことあります。すごいな。え、でも、マジで、じゃあ、その稼いだ金ちょうだい、俺に。え、なんで？じゃあ、簡単に、今日来ていただいている方の紹介をしようかなと思います。僕はまあ、置いといて、まさやさんです。こんにちは。今、テント暮らしのマサヤ？で、はい。テント暮らしのマサヤって名前でやってます。テント暮らしのマサヤで YouTube やってるんで。あ、チャンネル名は、はい、ゼロから始める小屋暮らし。あ、ゼロから始める小屋暮らし。Twitter はテント暮らし？はい。Twitter はテント暮らしのマサヤ。はい。ってやってるんで、皆さんね、検索してフォローしてください。最初は、実家からちょこちょこ来て、ちょっと開拓してっていうので始めて、とあるタイミングで完全に森に移住して、今も住んでると。はい。いう感じで、今はまだ小屋立ってないんで、テントで暮らしてる感じですね。で、今、リアルタイムで動画見た限り、基礎作ってるんじゃない？今ね。そうですね。もう基礎今終わって。終わって。土台が終わりかけてます。あ、土台がもう終わって。じゃあ、あと立てるだけですもんね。まあそうですね。片屋さん的にやっぱ基礎が大変ですか？山場どこですか？そうじゃないですか。ですよね。なんで？うん。めっちゃ大変やったもん、やっぱり。ってことはまあ、あとはコツコツ進めていけばできるから。体力仕事じゃないですもんね、もう。うん。なんか俺、建築の本で読んだんだけど、一番体力使うのが基礎とかそういうので、一番技術がいるのは階段作りって書いてある。ああ。親って階段作んないから、そうか。多分。もう実質完了したもんね。荷が折れちゃって感じ。うん、マサヤさんの小屋は 2x4 建築ですか？ですね。どういう女性がタイプ？結婚してる人に。あ、俺に聞いたの今。あ、マサヤさんに聞いたの。いや、みんなにみんなに。みんな。でも小屋暮らしだとやっぱ小屋暮らしに理解がないとね、今後小屋暮らしをずっとするの？いや、多分ずっとじゃないと思います。あ、そうなんだ。うん。一つの経験みたいな。なるほどね。じゃあ作ったら、それを、あれ、土地は買ったの？買いました。ああ、じゃあ、売却とか。まあ、あ、まあ、ずっと置いといてもいいしね、ベースとして。なんかあった時に持ってればね。なるほどね。俺はあそこに骨を埋めるかな。まあ。あそこで孤独死したい。松山さん、もし電柱が全部無理ですってなったら、どうするんですか？無理やったら。あれ？ここは？ここは電気通るの？いや、わかんないけど。いや、僕の場合は、うん、もし通んなかったら、オフグリッド？うん、メガソーラー。え？何メガソーラーって？もうソーラーパネル。これでしょ？ 10 枚くらい買って。これそうするしかないと思います。うん。あ、でもそれの方が、千人ライフだよね。まあね。電気通したらダメだよ。逆に。まあソーラーはソーラーでね、良さがあるから。なんかこれ土地探すときに、土地お譲りしますって方が来て、連絡取ってみたら、普通に
値段提示してきて、ちょっと話進んでから。ここは日本の、なんていうのかな。あ、売るんだって。お家ずりしますけど、心安やすい人が、うん。ここがダメだよ、日本人。うん。ってね。最初に言ってくれればさ、わかんないけど、ちょっともう、ある程度もう、会話を進めてきて。引っ張ってからね。そうそう、引っ張ってから値段を、ね。詐欺だな。あ、譲るって売るってことかな、みたいな。ちょっと頭に、有料でお譲りしますわ、つけとけば、ね。そうそうそう。値段提示しないでもう LINE 交換もして、おし、あ、これはいい人見つかったなと思ったら、じゃあお値段はみたいな。そうは1000円。値段あるんかいみたいな。そこでもう、最初は、その、見学しに行く予定だったけど、やめた。そんな安くなかったし。はい、こんにちは、まさやです。本日は、こちらのね、和弘さんの土地に来ております。小屋暮らしのパイオニアこと、勝也さんも来てますので、あんまこんな集まることないと思うので、今日はですね、小屋暮らしあるあるを、3人で決めていきたいと思います。イエーイ。イエーイ。YouTuber。陽キャ YouTuber、3人組です。順番ずつ、こう、小屋暮らしあるあるを言っていってですね、で、その言ってない2人が、まあ、審査して、1点から3点、ポイントをつけて、まあ、最終的に何が一番あるあるかっていうのを決めていきたいと思います。はい。小屋暮らしあるあるって？あ、どうしましょう。小屋、まあなんか、広くでいいです。その、開拓も含めるし、うん、その、発信してるからこその、うん、まああるあるも含めるし、うん、なんで結構、こう、広めな感じではあります。うん、天候次第で一日の予定が決まる。ああ、なるほど。はい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 。でもこれかなり、こう小屋暮らしというか、うん、まあ、テント暮らしというか、うん、あるあるだと思うんですけど、やっぱ雨の日だと全然作業とかできない日とか多いじゃないですか。うんうん、まあ、僕は、もうそれは、もう、あって、やっぱりスマホのトップ画面がもう Yahoo 天気がすぐ見れるようにしてるっていう、もう、パッと指紋認証を開いたら、天気わかるっていう感じにしてて、うん、常に天気は敏感ですね。うん、ですね。うん、そうそうそう、もうそれ癖になっちゃってるよね。うん、僕は、まあ実際、合計3ヶ月くらい、車中泊生活してたんですよ。あ、だから、雨降ったら、外出れないから、めちゃくちゃ体が硬くなったりして、エコノミー症候群みたいな状態になっちゃうから、まあ、あるある。じゃあ、点数、じゃあ分かった。これ、とりあえず、最初だから2点ってことで。ああ、とりあえず2点。2点で、まあ、勝也さん2点。はい、うん。僕はもう3点で。5点、5点。じゃあ合計5点で。はい。はい、5点で、うん。ありがとうございます。小屋作りあるあるなんですけど、高所作業になるとペースが一気に落ちるっていう。あのね、最初床から作って、壁作ってってまでは、すごいね、すぐできるんですよ。どん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 勢いよくできるんだけども、うん、じゃあ屋根作ろうかってなると、途端にペースが落ちてくると。で、なんていうのかな。屋根作りにやったら時間かかるっていうあるあるなんですけど。ああ。なるほど。僕北海道で、まあ物置小屋を作ったんですけど、うん、やっぱ、上がったり降りたりがめんどくさいし、まあ危険じゃないですか。うん。だから必然とゆっくりになりますよね。自分はカーポートで一応、まあ屋根作業をやったんですけど、うん、自分そんなにスペース落ちなかったですね。なんかね、最初、そう、なんか容量も何もわかんないまま小屋作りするじゃないですか。うん、だから足場っていうのもよくわかんなくてよ。脚立登り降りが。うん、でそれでやたら体力奪われたりして。あ、確かに。だから、ね、高所作業に入った途端俺5キロぐらい痩せたんですよ。脚立の昇降だけで。空中でなんか保持できないから、それも難しくないですか？仮でなんか。あ、そうそう。あの、ね、あ、誰かがもう一人いてくれれば、ちょっと支えててよとか、うん、あの下に物があっても、それ取ってよって言うんだけど、あ、しまった、インパクトドライバー忘れたっつって、脚立降りてまた登って、あ、今度はビス忘れたっつって脚立降ってみたいな。うん、確かに物の管理すごい大変ですね。そうですね。あるある。採点をお願いしたいんですけど。私は1点。まあ、共感度で言うと。1点クラス。うん、まあまあ、そうですね。そうね、はい。別に悪いっていう意味ではないんですけど。うん、小屋作りでまた。あ、そうですね。作った後に点数聞きたいですね。多分カーポートの時だから、うん、小屋の時はもっと高いんで、はいはいはい、ちょっと共感度上がるとは思います。はい。はい、これは難しいですね。2あるあるかな。じゃあ、合計は3点。3点で。ですね。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ僕の小屋暮らしあるあるは、じゃん。電柱がない。まあ電柱がないとか、電柱が立つのが遅いとか、
そんな感じ、うん、いや、まあ、小屋暮らしするってことは、うん、電柱あるところ選ばない人がほとんどだと思うんですよ。うん、そうだよね。うん、そうだそうだ。一軒家買って、隣に小屋建てて住むって人もいない、あんまいない。土地を買って、テントを建てて小屋を作るみたいな。まあ、普通の人はあんまやらないスタイル。電柱がないっていう。確かに自然とそうなりがちですよね。うん、自然とね、まあまあ。ポツンと一軒家は、それは電柱も周りにないので、うん、自然と電柱がなかったりはするかもしれません。あれでもなんでダメなの？遅いの？いや、その電柱を建てる土地。費用じゃなくて。隣の誰かさんの土地を経由しないといけない。またいでくから。そう、またぐから、またいでいいですか？その人が OK だったらいいの？そう、OK だったらいいし、ね、NG だったら NG。だからまあ、結構あるね、100メーターくらいあるのかな。じゃあ、このあるあるは、何あるあるでしょうか ?3。3だね。あ、マサヤさん3。あ、僕も3です。あ、おぉ、やった3。高得点でした。じゃあ、合計6あるあるでした。はい、うん。ありがとうございます。今、暫定1位です。それで、勝谷さんちはね、あの、住宅街だもんね、ちょっとした。そうですよね。だから、小屋暮らし始めるときに、うん、なんか、もう何も考えずに、すぐ始めたいっていう衝動が勝っちゃったから、うんうん、何も考えずにね、あの、住宅地を選んでしまった、うん。普通と一軒っていうわけではなかったんだね、別に。東京に住んでた感覚からしたら、うん、あの感覚だと、うん、家の感覚空いてるじゃん。うん、確かに、確かに。あの、勝谷さんちは電柱、もう申請したらすぐなのか。すぐでしたね。ああ、そっかそっか。すぐ、うん。じゃあ、3じゃないんじゃないですか。いや、だけど、確かに。だから俺が、ああいう住宅地っぽいところに小屋を建てたのを、後輩の人が見て、あ、うん、俺もやめようっていうパターンで、うん、で、うん、マイノリティ。そうそうそう。要は勝谷さんの、そういうのトラブルを見て、うん、私はポツンと一軒家にしましたっていうのをちらほら聞くから、あ、そうなんですね。で、やっぱり電柱がないっていうとか、オフグリッドっていうね、あ、うん、あ、やっぱりまあまあ俺反面教師になれてよかったのかな、しくじり先生、勝谷さんの優しさで3ポイントいただいてしまった。おめでとうございます。ありがとうございます。工具たくさん買いがちってきてますけど、多分それ僕だけだと思う。小屋暮らしあんま買わない人多いですよね。僕がもらう、人からもらうのは。ネタロウさんもなんか頑張って最小限の工具でやってますよね。はいはいはい。どっちかというと、小屋暮らしは工具買わないがちな気がする。レンタルだと割高。ああ、いや、割高は。あ、でも、あの、使い勝手あれか。もう返さなあかんとか。買うより安いからね。その時しか使わない工具ってやっぱあるから。うん、そういうのはいいけど、僕はなんか、ま、一気にやっちゃうのが疲れちゃうんだよね。適当にやりたいから。100人見に来てくれてます、今。ありがとうございます。やっぱり、集まると違うな、パワーが。ブランド力が。ブランドだ。いつも。30人ぐらいは来てますよ、結構。30から60くらい。ね。うん。ピークは60かな。こちらです。低コスト生活目指してたのに、資材とか道具を買いすぎて、むしろ支出が増える。ああ、うん。私も最初の方は、本当にその土地であるものだけで頑張ろうとしてたんですけど、うん、結局いろいろと試行錯誤して、で、うまくいかんくて、道具を買うっていう工程がめっちゃ多くて、うん、要は時間かけたのにうまくできなくて、結局道具を買って、お金もなくなるっていう。はい、お金どっちもなくなっちゃう。どっちもなくなっちゃうっていう。まあ、わかります。で、結果的にお金が減っちゃうっていう。で、これ低コスト生活のつもりやったのに、めっちゃお金かかっちゃってるやんっていうのはすごい思いますね。いや、でも僕もね、それありますよ。やっぱ北海道で、できる限り廃材だけでやりたいと思っても、やっぱ廃材だと、ちょうどいい木材がないんですよね。うん、部屋のリフォームを、まあリフォームになっちゃうけど、リフォームするときも、うん、ある程度廃材できたとしても、やっぱ絶対足りなくなっちゃうから、もうもったより金かかったなーってね、最終的に。うん、本当は全部0円でやりたいのに、結局、かかったなーみたいな。ありますよね、ほんまに。ありがとうございます。本当、最初はだから、自分の力だけでっていう、ロマンがあるんだけども、うん、そうそう、無理なんですよね。もう無理だね。うん、結局、道具買った方が最終的に安上がりっていう。うん、そうだね。まあでもだからこそかもしれないです。その、まず一回苦しんだからこそ、その道具のありがたみ分かったりとか。そうですね。それは分かりますね。まあ、そのために時間とお金をかけてるのかもしれないですね。うん。はい、これは僕3ポイントです、ね。はい。ありがとうございます。僕も3ポイントで。でも、勝谷さんとか結局そういうのがあって、まあ実際低コストな生活になっていってるわけですよね、結局。結局、そうそう。だから自分で例えば頑張って手作りのなんか作りましたって言っても、それがすぐ腐ったりするんですよ。うん、あの、そこら辺にあるなんかよくわかんない木とか使ってやると、ね、結局
風雨にさらされてダメになったり、あ、また作り直さなきゃとかって。メンテナンスのとこですよね。そうそうそう。で、それでまた時間を作ってってなって。じゃあ最初からね、あの、腐らない木っていうホームセンターに売られてるやつ使えばいいじゃんっていう。で、それで長持ちしてお金がかからないってことですね。かからないし。じゃあ6ポイント。はい。ありがとうございました。一小屋30万円。まあ、最低限、なんか綺麗な壁の材とか使わなければ、全部で30万くらいで小屋はできますよ。勝谷さん20万でしたよね。あ、あの小屋だけで言うと。小屋だけで。勝谷さんはね、超激安なんだよ。本来すべきものはしてないところもあるから。あ、まあまあ、だから、あれはあんまり手本にならないですよ。ああ。あの、むき出しのポリカー小屋なんて。ああ、誰も憧れないじゃないですか。パフォーマンスにどれだけコストかければいいか、はじめわからん。そうなんですよね。わ、うん、かる。めっちゃあるある。小屋建設の当初の予算はどれくらいだったんですか？だいたい50万ぐらい。50万くらい。考えても。多分、うん、やっぱウッドショックもあるから、もうちょっとかかるかもしれない。やっぱり木材高くなってるんで。高いっすよね。まあ、こちらなんですけど、細かいことが気になるっていうので、自分で、ほら、DIY で作るじゃないですか。うん、まあ最近だと、ほら、井戸を掘って、井戸ポンプ設置して、蛇口つけてとかってやったんですけど、うん、で自分で施工すると、これはどういう使い方をするのが正しい使い方だったのかなっていうのを熟知するじゃないですか。で、自分はそのマニュアル通りに使うんだけども、例えば僕結婚して、相手ができましたって、その相手のその使い方が気になってくるっていうか、うん、だから、カズちゃんがうちに来た時に、俺一番最初に教えたのが、蛇口の締め方なんですよね。やったらギューって締めて、あ、ね、ちょっとその締め方だと、蛇口痛むでしょって。こっちは分かってるんですよ。施工した身だから。まあ、結構今の家って、雑に使ってもなんか、そんなに大丈夫な家にしてるんですけど、僕が手作りで作ったもんっていうのは、丁寧に使わないと壊れる可能性があるんで。なるほどね。なるほど。普通の家の蛇口だと、ちゃんとしっかりした金属とかでできてるんだけども、うちのやつは塩ビ管の先にただ蛇口をつけただけでやたらゆらゆら揺れるんですよ。だからちょっと力の加減間違えると塩ビ管ポキっていっちゃったりとか、うん、そこの素人施工だからいろいろ気をつけなきゃいけないところとかもあるし、それでやたらなんか人のあれが気になるっていうね。なるほど。なるんですよ。僕もまあ一時期ちょっとシェアハウスやってたんで、はいはい、やっぱありますよね。やっぱ自分との暮らしてたスタイルとは違ったりするから、はい、まあ、特にそれで僕はなんか言うことは基本的にはないんですけど、まあそういうのはありますよね。なんか、うん、あ、そうやって使うんだみたいな。まあまあね、うん。まあ一緒に暮らす人がいたら、人それぞれ、家族それぞれ住み方っていうのが違うから。うん。うん、一人で完結するんだったら、ね、うん、全部自分の思い通りに使えばいいけど。そうですね。やっぱ DIY した部分あると、ちょっと扉とかも。強度が分かってるから、そう。一般の強度よりも低かったりしたら、うん、それと同じようにしたら潰れちゃうってことですよね。割と施工不良なところもあるから、ね。2点です。私としては、うん、多分そういうことはあるんだろうなっていうのは分かるんですけど、うん、その身をもってあまり経験してないので、うん、ちょっとこれもまた今後変動する可能性のある。相手ができたら聞きたいですね。そうですね。はい。はい。僕は、3あるある。おぉ。ありがとうございます。はい。もう身に染みて。身に染みて。DIY 系 YouTuber あるあるにもなっちゃうんですけど、うんうんうん、2倍時間かかる。はいはいはい、はい。そうだね。撮影しながら、まあなんか作ると、まあ小屋にしろ、なんかリフォームにしろ、ただ単純に作る時間の2倍かかるっていう。カメラの設置、カメラの移動とか、まあ、電池なくなったとか、ああ、あれ忘れたとか、なんやかんやで、これ撮影しなかったら、半分で終わったよな、みたいな。撮影で2倍に時間かかるよな、っていうのが、まあ、いつも感じる。僕、それ結構長い間やってるから、もうだいぶ最適化されてるんですよ、初期の頃で。すごい。だけども、それでも、なんかめんどくさいなと思うもんね。めんどくさいっすよね。やっぱり、どんなに最適化しても、きついっすよね。うん。うん、いや、もう、自分の場合は2倍どころでは済まないと思ってるんで、もう、うん、いや、多分3時間ぐらいで終わったよなっていうようなことを、うん、もうなんか日中ずっとやってるとか普通にあるんで。これは本当大変ですよね。うん。勝谷さん、いつも頭つけてるじゃないですか。GoPro、はいはい。あれは帽子でやってるんでしょうか、うん、帽子で。あれ、ずれてきますよね、なんか。全然。あ、全然なんだ。GoPro でも、この手元目線はいいんだけども、うん、やっぱり、揺れるのが嫌だっていう人がいるんですよ。うん、こう、ぐらぐら動いて、うん。だから、あの、GoPro と、あともう一種引きのカメラ2台でっていう感じでやらないと。
あと GoPro 癖がついてて、もう体をずっと固定する癖がついてるんですよ。ノコギリ引くときもこうじゃダメなの。こう。それで、なるべく自分がスタビライザーになるっていう感じで。なるほど。で僕もあの帽子に GoPro つけてたら持ってるんですけど、なんか違うのかな、なんかやっぱ重たいというか、はい、なんか外れそうみたいな、なんか違和感。フィットが、あんまりしていない。俺と同じ帽子かな。え、なんかそれ用の帽子なんですか、勝谷さんは。そう、ここにつける、ここにやるやつ。ですよね。ツバじゃなくてここですもんね。ここ、ここ。ここだからそんなに重心ブラブラしないと思うんだけど。なんか違うのかな。アクションカム用の帽子があるんですか？あります、あります。まあなんかアクションカムの GoPro アタッチメントがこうガシャンとさせる金具がついてるんですよね。なるほど。これで。あ、見たい見たい。あ、あ、なあ、ありますか？すいません。あ、おー、見たい見たい。これをこうやって。あー。あ、同じだ。全然ブレないよ。かぶっていいですか？帽子のフィットの話、もしかして。頭がでかいからかな。あ、でもなんか軽い。僕、GoPro9 なんです。だからちょっとでかいからなんか。あ、その可能性あるな。あと、このなんか気候が違うのか、ちょっと写真撮っていいですか？はいはい。まぁ、ちょっと持ってきてないんだけど、北海道にあるんだけど。いつも使ってないから。撮っていいですか？あ、どうぞどうぞ。1000円くらいでしたっけ、帽子は。あ、そんな高くない。2000はしないですよ。おー。結構頭きつめですか？結構きつめで。これは、この角度もずっとこの角度ですか？はいはい、そう、この角度。覚えてる。うわ、すごいな、それは。なんか、普通はこうやりたがるじゃん、うん、これだとね、全然ダメなんです。ちょっともう下にやらないと。もう覚えてるんです。ダメなの、これ。はいはいはい、うわ、すごいな、うん、そっか。なんか、これやっても映ってんのかな、うん、ちょっと不安なんですよね。だから結局使わないというか。うん。まあでも覚えてるんですもんね、もう角度大体。角度で覚えてるから。そっか、もう。毎回スマホでペアリングでチェック壊してない。いや、してないです。ああ、なるほど。自分もやったことあるんですけど、あれ、うん、ほんま大変ですよね。ね、めんどくさい。うん、めんどくさいよね。そっか、慣れなのか、慣れでカバーしてんのか。キャリア。体がもう。キャリア、完全キャリアすごい。これは。職人技。すごいな。10、これ、もう超えてる。めっちゃ、もうめっちゃわかると思って。10ポイント、10あるあるいただきました。はい、超えるパターンありなの？すいません。超えちゃいました。ごめんなさい。じゃあ、俺も、じゃあ10ですね。ああ、10あるある。10あるあるいただきました。めっちゃあるなんや。住所特定されて物壊されがち。ちょっと、みんな笑えないやつだよ。ニコニコなるでさ、あるあるだそうや。みんなシーンとなっちゃう。嫌な気持ちになる。マサヤさんまだですね。まだないですね。小屋暮らししてたら、なんか地域の住民はくれるかもしれないですね、割と。物とか。なんか物とか。物くれる。その、なんか変なとこに住み始めるから、地域の人が見に来て、そう差し入れくれるみたいな。ああ、なるほど、確かに。仲良くなりたい派か、ほっといて派か。うん、ああ、わかる。俺はほっといて派なんだよね。ネトラさんはもらってなさそうだね。くれくれって言ってるわけじゃなくて、持ってこられたら受け取らざるを得なくないな。まあ、そうですね。それ。もう GoPro でやってみようかな。でも GoPro で1時間ぐらいで切れますよね。だから、その、ちょうど1時間で切れた時が休憩時だと思って。ああ、なるほど。作業をずっとしてるとミスが多くなるんじゃないですか。うん。ちょうどいい、なんかタイマー的な感じなんですね。うん、ちょっとお茶飲んで、電池変えて、一息ついてって。あ、それいいですね。感じで。GoPro も今後活用していこうかな。せっかく。買ったけど使ってないですよね。はい。地味な工程ほど時間がかかる上に、かつ映像映えしないからカットしがち。あるある。はいはいはい。もう一番よくある工程、該当する工程が基礎、うん、地面関係。もう本当に、まあ、雑草の処理とかもそうなんですけど、かけてる時間ものすごいのに、うん、ものすごい倍速、もう10何倍速、20何倍速当たり前で、か、まあ、もうそれ、そのタイムラプスでやるか、もう、細切れのカット。うん、でも、まあ、10分の動画作るにしたら、まあ、その間の、まあ、数秒みたいなとか、が当たり前。なのに、まあ、やっぱり動画映えしそうな、こう、機材切ったりとか、こう、なんか立ち上げてっていうのは一瞬やけど、まあ、それはもう丸々使うみたいなのはすごい、あるかなと思います。うんうん、難しいな。じゃあ、僕は、で5点で。もうちょっとこう開拓していけば面白くなるという意味も込めて。なるほど。そうですね。まあでも僕も割と、もう本当タイムラプスでバッて終わっちゃうから、8あるあるか。結構高めの。ありがとうございます。10点満点。そう、10点だ。最後の週は10点満点になりました。3とか言ってたからさ。3倍以上。寒くなってきましたね。ですね。4時3分。ストーブ、せっかく作ったんで。すごいですよね、あれ。あれさ、あの、中のゴミってさ、こうやって取らなあかんの？いや、まだ取ってないけど。取るときそういうの。スコップでガッてやれば取れるから。あと上の蓋が上がるから。あ、うん。いや、俺、あれを買おうか迷っとんだよね。このストーブ。ストーブ。ああ。だるまはあるんだけど、
まあお時間は。じゃあちょっと冷えてきたんで、はいはい、中入りますか。中で、ね、じゃあ冷えてきたんでね、皆さん中に。今日はみんな泊まりませんよ、帰ります。何も持ってきてないし泊まる道具。これも山盛り入れるんですよ。この中でサウナしたいんですよね。あ、もう気温上がってますね。普通に。うん、そう。すごい。今14度。あったけ。すごいですね。いや、買おうかな。あったかいね。竹がなくなったらどうするの？竹なくなったらまあ。そうそう、そうだよね。これなくなんないのよ。これ、いっぱいありますよね。まあ、なくなったらその、一応、吉川さんがくれる。吉川さんって人はいるんですよ。いや、こんなあったかいんだ。うん、でしょ？思ったよりあったかいでしょ？うん。YouTube とか、まあ動画撮影やってて、はい。思ったのが、こういう能力が身につくんですよ。俯瞰目線が身につくっていう。俯瞰か。で、なんでかっていうと、例えば、じゃこれからなんか作ろうってなって、まあ普通の人はただ作るだけじゃないですか。だけども、動画撮影で作るってなったら、まずどういう手順でどうやってやるかなって最初に段取りを考える癖がつく。で、ある程度、その俯瞰図で流れを考えてから動く癖がつくんですよ。頭良くないとできんねん、それ。そうそうそう。だからテレビ的なね。そうそう。最初はね、やっぱりそういうの苦手で、あたふたしながら撮影してたんですけども、やっていくうちにこう、そういうのが身についてきてっていう感じで。で、今度はほら、ある程度慣れてくると、ほら、まあ僕の場合家族とか、親父とか、まあそういうお母さんとか出演させたりして、で、こうなると今度は、家族を出演させ、大人数でやった時どういう流れにするかなみたいなことを考えるようになって、っていう感じで、自分のキャパが上がっていくんですよね。それでなんかね、みんなにも YouTube 結構進めてるんですけど、まあ、頭良くなるからやった方がいいよって。なるほど。うん、格段にやっぱり動画始める前と後じゃ、全然変わったなと思いますね。自分は、なんか、自分が足りてないのはまさにそれやなって思います。うん、やっぱ段取り悪いからいろいろ時間かかるし、目の前の問題に対処して、で、その先のことまで全然考えれてないから、また似たような問題に向き合って、ぶち当たってってなるから、うん、その能力が欲しいなって思ってるところですかね。僕はね、正直ね、行き当たりばったりなんですよ。今日メモしてきたじゃないですか。はいはい。でも基本動画作るときも、もう何も考えずにその時の感覚でやってて、本当はメモしたり、事前に段取りをつけて、うん、あ、こうやった方がいいんだろうなとか考えた方が、やっぱ、それをたまにやったりするんだけど、そういう時の方がなんか動画の品質が高いような気もするけど、めんどくさいから。そういうのもあるんだけど、うん、要は、和弘さんの場合は即興で、うん、例えばガジェットの紹介とかをやりつつ、うんうん、こういう感じで、進行すれば伝わりやすいなっていうのが、うん、多分瞬時にこうやってるんですよ。瞬間瞬間で。なるほど。で、結果、その瞬時の俯瞰でやってるから。なるほど。なんかあんま段取り組むとかでじゃなくても、うん、即興でそれできちゃってると思うんですよ。うん、性格がね、人それぞれあるんでね。まあそうですね。合う、合わないもあるかもしれないですね。あんまでも気にしてないけどできてんのかな。できてる、できてる。そうなんだろうな。自分の場合とかだと、撮ったやつ、動画撮ったやつ見るじゃないですか。で、全然つながりとかがないから、後からアフレコで、そのつなぎの解説とかを入れないといけないとか、編集の時に初めて構成考え出すとか。あ、うん、そういう手間もすごいあるから、やっぱり事前にやっぱ撮る前に、いろいろやっといた方がいいタイプなんかなって。私は思いますね。取らないわからんね。うん、そうなんですね。じゃあ僕は8あるあるで。私も8あるあるで。あ、はい。ありがとうございます。俺も8あるある。あ、皆さん。おお。プラスのさらにさらに勝った。さらに得点が追加されました。はい。じゃあどうや、これ集計しないとですよね。集計いる？いらん。いらない気もする。まあ、はい。ってことで、はい、今日は、小屋暮らし3人、まあ、YouTuber3 人集まって、まあ、小屋暮らし関連あるあるをやってみました。登録の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。バズったね。ありがとうございます。そうですね。あれ、巻きにするんですか？
ストーブ。入れないです。薪ストーブは。小屋は何する、うん、暖房は。え、水、いらない？うん、多分、いらないと。うん、多分別に。うん、めっちゃ着込むってこと？そんなに、だってもうテントで冬、去年越しましたけど、テントで寝袋だけでいけるから。編集でなくない？パソコン。あ、そこは手袋して。すげえな。マジか。うん、これ熱源いるなって思い。はなかったですね。すげえいらないの強いな。貧血とかなったりはしない。あ、ならないです、ね、全然。ああ。こう貧血なりやすいんですよ。ああ、そうなんですね。一回風呂場で倒れたんですよ。ああ、でもありますよね。なんでなるの？脳に血が回ってない。お風呂上がって、こう、立った時とかですよね。こう一回、浴槽入って、出たら、うわーってやって一回倒れて、倒れて気絶した。うん、で、どうなったのその後。いや、でもそれですぐ治りますよね。すぐ。気づいた自分。すぐ気づいて。怖いね、それ。うん、怖いですね。ただ、今でも、風呂入った後に、こう出たら、もうブワーってなんか、なる。あるある。なって、ふらふらするから、もう絶対バッて上がんないようにしてる。だよね。一回縁で、こうやって、1分くらいこう、押さえてからじゃないと、もう確実にバッていったら倒れるから、血管細いのかな？詰まっとんだよ、血管。いや、でも、血圧はもう正常？この前、これで昨日測ったら、最低が60とかで、最高は140とか。ちょっと高くないですか、むしろ。何がいいのかよ、これ。最高だから。最低が。自分120の60とか、そんなか。あ、まあまあ、でもそんなもんか。うん。わかんない。なんか、200とかいったら明らかに高血圧ですよね。あ、じゃあ、めちゃくちゃ、じゃあ、健康体なんですね。かもしれないです。今分。50万円あったら何に使うってのやってないぞ。やってないじゃん。ほんまや。やりますか。俺は、俺最後に。ホワイトボードせっかくね。やりますか、50万あったら。まあ、だから小屋の資材を買うとかね。まあ、そうですね。それってなくても買うよね。そうですよね。そうなんですよ。そういう前提でね。正直、僕は貯金なんだけど、リアルな話。うん、まあね、そうだね。それみんな貯金で終わるよね。はい、じゃあ分かった。1週間で使わない、二日で使い切らなあかんとしたら。そういうこと？もう消費ってことですか？うん、使ってくださいか。それ、消費、資材に切り切れすぎる。ロマンを語らせたら、小屋らは、あんまり面白くないよね。うん、そう。無駄遣いしないから、小屋暮らしは。なるほどね。小屋暮らしはロマンの人だと思ったら、現実派なんだね、意外に。そうだよ。美味しいもん食いにくいじゃない？はい、最後に50万円あったら何をするかっていうのを発表していきたいと思います。はい、まず私からいきます。軽トラを買いますね。これはね、いい買い取り。それは、ね、納得だね。納得だ。もう全開一致だな。普通は買わんもん。そうですよね、うん。今後も買う予定ないけど、うん、でも明らかに軽トラあったら QOL 爆上がりなんで、うん、っていうとこ考えると、私は軽トラですね。うん、やっぱバイク移動いろいろと、やっぱ雨の日大変とか、冬寒いとかあるんで、荷物の量もそうですし、その買い物するときも、バイクってやっぱ容量制限されてるから、買いたいもんあるけど、一回出直してきてから買わないといけないとか、それこそホームセンターで軽トラレンタルしたいけど、100分待ちとかやったらもう、どうすんのとか、なんかそういう心配があるんで、やっぱ自分で持ってたらやっぱりいいかなと思って、はい。僕も今軽バン乗ってるけど、やっぱ軽トラは軽トラで、汚いものとか適当なものをザッと乗せれるから、いいですよね。なるほど。うん。3人とも千葉ですよ。まあ、ロマン枠だもんね、うん。本来買わないというか。そうそうそう。うんうん、それが本来、本当の心だと思うよ。土地。なるほど。土地拡張。いいですね、確かに、うん。ここの僕の周りの土地をさらに買うのでもありだし、また違うところ？荒川ね、荒川。まあ荒川では買えないけど、50万じゃ。例えば、静岡でもいいし、埼玉の奥地でもいいし、茨城でもいいし、維持費が0円の土地を買う。まあ実際買わないけど、まあロマン枠。まあ拡張が一番現実的なのかな、買うとしたら。なんかあったらいいなって漫然と思いますよね、土地って。そうそうそう。拠点増えれば増えるほど楽しいみたいな。そうそうそう。確かにね。でも実際は買わないみたいな。うん。もし仮に次買うとしたら、まあ理想的な電気引けて川があるところ。まあそしたらすごい山奥なんだけど、まあそういうのはいいなーって。山奥だったらまあ管理がね、木倒木して道路がなんちゃらとかあったらめんどくさいから、買って放置するのもちょっと危険なんだけど、まあロマン枠でね、そういうのを無視したら、いいなーってね、単純な。そうですね。ところですね。うん。はい。そう、いろいろ考えたら、やっぱ買わへんけど、ってとこですよね。そうそうそう本当に、
うん、確かに。カズヤさん買わないですか、土地。もう、そんな勢いないっすよね。いろいろ、知識もついて、うん、あ、負債も土地を買うと同時についてくるんだっていう。ああ、うん、なるほど、ね。だから、土地を見た瞬間、この土地はこういうメンテナンスがいるな、あ、道路に木が倒れそうだなとか、そういうことばっかり目がいって。なるほど、なるほど。これは小屋暮らし始めたばかりだと、そんな面についてないじゃないですか。ああ。だから、リアリスト。だいぶ、なんか目が濁ったっていうか。いや、現実を見えるようになったってことですね。見えるようになって。うん。かつやさん的に皮付きの土地とかどうなんですか？いいなと思います？うん、ああ、要は掘れば井戸が出てきやすいから、水は困らなさそう。ああ、そうか。皮はいらないですか？皮なんかいるの？いや、あ、いらないとですね。いや、なんか皮良くないですか？敷地内に皮、まあ、要は皮っていうのはどういう皮？そんなのある？国島の近くに流れてる。まああれもそうだし、僕的にはあれもいいね。沢ですよね。沢。沢ね。このくらいの川でもいい。川っていうか、はいはい。このくらいの川でもいけるから、ほら川あったらさ、石積んでダム作って遊べるじゃないですか。遊ぶ、あ、ダム、遊ぶため。遊ぶため。いや、川で遊びたいんですよ。プライベート川で。あ、まあ、ロマンですよね、ほんまに。そうそうそう。いろいろできそうっていう。そういうのはないことですね。現実しか見ない。水力発電とかできるよなと考えるよ。現実的だ。さすが。現実しか見てない。ロマンじゃなくなった。明るくなった。家族の思い出、思い出を作ろうとか、なんか経験に、経験、旅行でもなんでもいいけども、なんか、うん、結婚して思ったんですけども、うん、結構今まで自分の欲しいものとかを買う傾向があったけども、カズちゃんはそれに対して、あ、例えば、カズヤのズボン汚れてるから今度買ってあげるよとか、俺を基準に言ってくれるんですよ。うん、あ、それがありがたいことだなと思って、こういう人と結婚したから割と穏やかに暮らせるのかというのを学んだわけですよ。自分が欲しいとかっていうんじゃなくて、まあ、みんなで楽しめるなんか。相手のためにってことだよね。そうそうそう。だから成長するとこういう風になるんだね。ほんとこれつくづく思うんですよね。羨ましいね。カズちゃんは素晴らしい奥さんですよね。ありがたい。本当にありがたかった。まあ言ったらあれですかね。これもその、小屋暮らしとかしてるから、まあ金銭的にもう十分、なんやろ。まあ心配する必要がなくなったからこそ、で、かつも物も、満たされたからこそ次の段階としての欲求なんかもしれないです。なるほどね。別に高い服欲しいとか、ね、いい車乗り回そうとかってないですもんね。いや、まあ、小屋暮らしする前からもなかったけど。そう、でも衣食住がもう十分であれば、やっぱの次の段階なんかもしれないですね。やっぱ共感できる人ってなかなかね、今、物の社会だから少ないかもしれないですよね、そういうのは。あるべき欲求の姿なんかも知れないです、本来。YouTube とか見てもやっぱ、めっちゃ使う人の方がね、目につくし。爆買いとか、そうそうそう、金のなんとかとか。うん、そうそうそう。確かに。YouTube のトップに質素な暮らしでいないですもんね。うん、正解は、正解。家族の思い出でした。あー、くそー。ありがとうございます。外した。迷ったんだよな、そっちと。108人だったもん。やっぱ夕方だから人増えたのかな。結構暑くないですか、そこ。結構、今、一応この室温が今21度だから、もうだいぶ暖かい。暖かいね。暖かいな、これ。逆にさ、ラップ小屋夏大丈夫なんですか？クソ暑そうな時にライブ配信してたじゃん。いや、この中に入って。大丈夫でしたよ。割と、ちょっとその時はまだ隙間が多かったのと、うん、まあ一応入り口開いてるから、案外ね、なんか、開いてたら熱こもんないですよ。そうなんですか。うん。実際じゃちょっと僕からみんなに聞きたいんですけど、はい。おすすめするんだったら、小屋を建てるか、うん、中古一軒家を買うか。小屋を建てる。どっちが？その経験でしょ？あ、経験、うん。マインドが変わる。マインド変わる。うん、買うなんていうのはただで買える。うん。簡単に買えるから。うん。あと壊しやすい。小屋の方が。ああ、なるほど。修理が自分でできる。うん。なるほどね。うん、もう誰におすすめするとかもうそこまでは考えないですよね。まあ、ざっくりまあ視聴者に、みたいな。おすすめありきで考えると。おすすめは中古一軒家で。まあ、自分、まあ、そうそうね、自分のがいいか。自分が、今の経験を持ったまあ、小屋を、まあ、勝田さんだったら小屋を建てる前に戻ったとしたら、みたいな。ああ、土地買う前とか。そう、まさやさんだったらまあ、土地買う前に戻ったとして、なるほど、今の経験を持った上で。でもナンセンスだな、その質問。何ですかな。私は小屋。小屋ですかね。おー、すごい。それは何ですか？大変じゃないですか？もう、そうだよ。20個も、うん、穴20個開けて嫌じゃないですか？電気も来ないし、1年待っても電気来ないなんて、もう詐欺ですよ、その土地。確かにそれはそうですけど、うん、
まあ、簡単に言ったら多分経験とかそういう話になるんやと思うんですけど、やっぱテントから初めて小屋建てて暮らせるようにするってできたっていうところはやっぱり家買うだけだとほんまに経験できないことやから。ゼロから1ですからね。はい。やし、やっぱ一生もんじゃないですか、その経験と、まあ、スキルというか。勝ったら終わりっていうのじゃないっていうところ。なるほど。広い意味で自己投資というか、そういうことになるかなと思います。自己投資ってのはなんかいいですね。なんか小屋暮らしでまさかのビジネス的な。でもそういった意味では自己投資ですよね。そうだと思います。やっぱりいろいろ考えて自分で建てれるようになったっていうところは、ずっと生き続けるから。勝谷さんはどうですか？まあ、僕も小屋暮らしですね。さすが。まあ、さっき言ったように自己投資的なのも小屋の方がいいっていうのもあるけど、中古一軒家って楽でコスパいいよねっていうのもあるけども、でも悪い面もあるじゃんっていう、まあ、小屋だったら自分で作ったから構造が分かってるから修理ができます、壊れても。一軒家だと分からないじゃないですか、だからでもとんでもない物件をつかまされて、それは大変な補修が必要だってなって結局大損こいたりするし、自分でできなかったら。なんかよく聞きますよね。シロアリ業者来て、ものすごい診断したら、すごいことなってたから、すごいやりますよって言って、高額請求されるみたいなとか。なんか、業者も狙ってくるんですよね。ありますよね。この前も、俺も屋根の工事ちょっと手伝ったんですけども、その、軒天がベローンってなってるのってわかるかな。まあ、軒天っていう部分がベローンってなってるのを、工務店が見て、飛び込みでお宅の屋根ちょっと壊れてるよって言って、で全部吹き替えなきゃダメだよって、だから変な業者につけ込まれて、で変な工事吹っかけられやすかったりもするじゃないですか、実際うちの実家も不動産とかやって中古物件買って賃貸経営とかしてるけども、そういうリスクもやっぱありますよね、なんか壊れて変な業者に。まあそれは関係ない。ちょっと話が脱線しすぎたな。まあでも広く言ったらあれですよね、こう住居リテラシーがつくから搾取されないというか、高額請求されないというか、複雑ですもんね、やっぱ小屋と比べると。そうですね、絶対家買ったらメンテナンスにお金がかかっちゃうっていうところを考えると、確かに小屋暮らしはそこは自分でなんとかできたりとか、少なくともいい業者かどうかって見分けれるようにはなる気はしますね、やっぱり、なるほどですね。今のところ3名は小屋おすすめと。まあ、自分に進めるなら、はい、中古。最後に僕はですね、賃貸。どっちもですね。どっちも。2個持ち合いんじゃない？北海道に家を買って、今小屋を建ててるんだけど、ただ、一軒家買うなら、平屋の一戸建てがいい。平屋ですよね。そう。僕は、やっぱ北海道の2階建ての、しかも屋根裏部屋があってめっちゃ高いんですよ。もうね、素人だと無理なんですね、補修とか屋根。なんか煙突前さ、そう、高いお金で直してましたよね。そう、煙突がもう古いから撤去したんですよ。煙突がそう、古い家だから。で、それでもう30万取られちゃったんで。マジか。それを自分でやろうとすると、大怪我のリスク。もしくはもう煙突が倒れたらもう屋根に穴が開いちゃう。コンクリートの煙突だから。そういったリスクがあるんで、まあ、致し方なく撤去することにはなってしまったんだけど、まあそれがね、もっと平屋だったら、まあそもそも煙突がない家だったら、まあ、自分で乗ってね、穴開いてんだったら、まあ、なんとか、コーキング塗っとけば一応補修、応急処置はできるし、怪我のリスクも少ないわけで、買うんだったら平屋の一軒家。でもちろん小屋の場合は小屋で、まあ僕が今やろうとしてる、維持費がめちゃくちゃ安かったり、まあ、自分の好きなサイズで、知識も経験もつくから、それはそれで、もう本当に今さやさん言ったように、自己投資になるなっていうのを感じるわけですよ。小屋作るのはちょっとめんどくさいな。小屋ほどはちょっとって人は正直、まあファーストステップで一軒家の平屋、いいんじゃないかなってね、僕は思います。なるほど、はい、なるほどね。まあ今見極めて買おうっていうことですね。そうそうそう。メンテナンス性のいい一軒家を買いましょうと。そうですね、本当メンテナンス性。地雷引かなきゃ一軒家もいいっすよね。地雷、そうですね。そろそろ、そうですね。解散しますか。はい。暗くなってきたんで。今18時38分。じゃあ、今日は長らく放送見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。5時間40分も放送してるそうです。今見とんのこれ。そうで、今すでに 100名も見てるから、ね。マジですごいね。もうなんか常に100名くらい。誰が数字持っとるの？それはもうパイオニアじゃないですかね。3人の合体技ですね。合体技で。ありがとうございます。皆さんね、それぞれね、
チャンネル登録ね、してくださいね。はい、じゃあね、皆さん、ありがとうございました。またそれぞれの YouTube チャンネルをね、ご覧ください。よろしくお願いします。はい。じゃあ、さよなら。バイバイ。